テルヌマさん、フラおじさん、こんにちは。歯科衛生士の佐藤です。こんにちは。最近室内で過ごす時間が増えていますけど、何して過ごしていますか？コロナの影響で仕事もテレワークになってずっと家にこもってます。そうですよね。そうすると人と話す機会も減ってしまいましたよね。そんな時はあゆべ体操を行っていきましょう。あゆべ体操って何？新型コロナウイルスによる感染症の拡大防止対策として、体を動かす機会が減ったり人と話す機会が減ることにより、運動不足や心の活力が長期的に低下してしまうことが心配されています。体を動かすこと、美味しく食べること、会話をすることなどがとても大切になります。食べる、話す、笑うためにとても大切な働きをするお口の周りの筋力をアップさせる体操として、あゆべ体操をご紹介し、皆様と一緒にやってみたいと思います。早速やってみっぺ。そうですね。ではやり方を説明します。あいうべの口の動きを繰り返していきます。この時声は大きく出さなくても大丈夫です。まずは口を大きく開いて、ああ、次に口を大きく横に引いて、い、い、次に唇を前に強く突き出して、う、う、最後にベロを下に伸ばして、べ、べ。この時顎に痛みのある場合は、い、うの口の動きだけでも大丈夫です。決して無理はしないでください。あ、い、う、べを1セットとして4秒から5秒くらいのゆったりとしたペースで1日30回を目安に続けてみてください。では、てるぬまさんも一緒にやってみましょう。はい。一連の流れで3回繰り返していきます。せーの。あ、い、う、べ。もう一回。あ、い、う、べ。最後に、あ、い、う、べ。はい。てるぬまさん、やってみてどうでしたか？つばが出てきて、いい顎の体操になったよ。はい、それはとても良かったですね。このあゆべ体操は、どこでも気軽に行うことができるので、ぜひ皆さんも取り組んでみてください。てるぬまさん、フラおじさん、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。さようなら。